キリト殿、ユージョウ殿、わざわざ王都より来ていただき感謝いたします。しかしティーゼからお聞きでしょうが、本当にそこに人気があるかどうか少々怪しい話でして。それは十分承知でやってきましたから、仮に人気がなくても問題ありませんよ。ありがとうございます。では早速領主タムルの家へ行きましょう。そこからタムルに案内をさせ、金鬼騎士の檻に向かいます。タムルって確か漁師さんたちの話に出ていた。ああ、酒が飲めないって話だったか。ごめん、邪魔をするよ。これはご領主様。タムルは在宅かな。先ほどご領主様のご紹介とおっしゃる騎士様がいらっしゃって、主人はもう谷へ向かいましたけれど。なんだと。そんな話私は知らんが。あの、その騎士ってどんなやつでした。どんなと言われても、ああ、そちらの剣士様に似た方でしたが。水玉の騎士だ。なんであいつが。どこかで俺たちの話を盗み聞きして人気を横取りするつもりかも。水玉の騎士、カルヴン・クルス家のイストーク様ですか。一体どういうことなのです。とにかく二人を追って谷へ向かいましょう。詳しい話は途中で話します。ありがとうございます。
おお、タムル、お前イストーク様と一緒ではなかったのか。ご領主様、お許しください。わしはただ頼まれて。ん、一体何の話をしておるのだ。谷で神器を見たとお話ししたことでございます。あれはよそからやってきた貴族様がご領主様へ作り話をしろと。友人である領主様を驚かせるだけだからと。まさかこのようなことになるなんて。作り話だと。一体誰がそのようなことを。お許しください、お許しください。タムル、お許しくださいではわからぬぞ。もっと詳しく申せ。お許しください、お許しください。これ以上聞いても無駄のようです。とにかく渓谷へ行ってみましょう。そのようですな。Take it!
道に誰かが倒れてる。あの甲冑は水玉の騎士か。しっかりして。君か。気をつけろ。気を確かに。一体何があったんです？恐ろしい。 あれは魔人だ。魔人？それは一体。ダメだ、気を失ってしまった。一体私の領地で何が起きているのですか？わかりません。ただこの傷は剣で切られたものです。出血がひどいです。早く治療しないと。琉璃年鏡、この先は何が起きるかわかりません。水玉の騎士を連れて村まで戻っていただけますか？わかりました。私がいても足手まといでしょうからな。ティーゼ、お前は大丈夫です。おじさま、私も剣士ですから。そうであったな。わかった、お二人と無事に戻るのを待っているぞ。はい。この先何が待っているかわからないぞ。十分慎重に行こう。
ジェネレートアングラエレメント、ディスチャージ。